俺も買って。うるせえな、今日は一個だけって言っただろ。葵さんはなんで病院に？子供の予防接種だよ。今下の子を待ってんだ。組長に似てなくて可愛い。葵藤一郎さん、昔うちにいてお父さんを支えていた人です。俺葵光希6歳。桜木愛子7歳。あ、これあげるから今度デートしない？いらない。あんたどんな育て方してんすか。まあ何にせよこっちの方が良かったかな。ったく生意気にナンパなんかしてんじゃねえよ。